皆さんこんにちは、こんばんは。ギタリストのヒカルでございます。本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、初心者向けの早弾き講座、シャープ2になります。はい。早弾きと言ってもですね、とてもいろいろ種類があるので、これをやったらね、絶対上手くなるっていうのは正直ありません。早弾きっていうのはもう一つ一つをこう、やっぱりこう弾いてですね、クリアしていく。要はゲームみたいな、こう感覚で言うとね、ゲームみたいな感じです。ワンステージクリアしたら次のステージでこうステップアップしていくと、という感じになります。で、その中で、ステップアップしていくにつれて早弾きの量も増えてきますし、速さとかもついてくるので。そこそこに見合ったねフレーズを弾いていこうと思います。はい、ということでね、本当に初心者向けの講座になりますのでね、ぜひ初心者の方はぜひやってみてください。今日はですね、まず同一弦、同じ弦での早弾きの本当にあれですね、初歩的感覚を養うっていう意味での、トレーニングにもなりますし、右手に関してはね、右手のトレーニングっていうよりも今回は左手のトレーニングになります。右手に関してはね、こうずっとダウンアップダウンアップダウンアップになりますので、この繰り返しです。で、同じ現状なので1弦で本日はフレーズを弾きますので、テンポによって右手を速くしていく感じなので、右手はこのままですね。なので右手というよりも本日は左手の練習になりますので、ぜひやってみてください。フレーズは非常に単純なものになっております。ということでフレーズはこちらになります。はい、テンポ的にはね、簡単な3連符でまとめました。はい、3連符で、1小節しかないので、この逆パターンもねやられてみてもいいかなとは思います。でも今回はこれだけ練習してみたいと思います。はい。はい。まずね、早弾きと言っても、いろいろなパターンがあります。音程として登っていく。登っていく。要は高くなっていくのと、逆に高い方から低くなっていったりする方法。で、または、組み合わせによって、高くなったり、低くなったりっていう、こういうような、っていう、いろいろあるんですけども、今日は、本当に基本、基本となる、左手の練習になりますので、やっていきたいと思います。まずね、解説の方は、後ほどやっていきたいと思いますので、まずはね、今回運指の方も、上の方にね、書かれてるので、その通りやってください。はい。ということでね、早速、BPM ね、80からやってみたいと思います。これならね、早弾きできない人でもきっとついてこれるテンポになるかなと思いますのでね、ゆっくり確実にテンポを聞いて、一拍に3つの音が入ります。タッタッタ、タッタッタ、タッタッタ、タッタッタっていう感じなのでね。クリックに合わせて練習するのが、確実な方法なので、必ずクリックに合わせてやってください。はい。ということで、まずね、BPM80 から始まって、10個ずつね、上げていきたいと思います。本当にね、早弾きできない人はね、80くらいでも、がちょうどいいかなと思いますのでね。それでは早速やっていきましょう。
ちょっとノイズがひどくてね、すいません。これが80です。結構ね、今考えると、80でも結構ね、まあ、きつい人にはね、きついんじゃないかなと思います。でもね、ちょうど本当に早弾き始める人にとってはね、このテンポくらいがね、一番いいような気がします。はい。それではね、早速じゃあ、もしね、80のテンポで、もう弾けるようになったら、徐々にね、やっぱり上げていく方法がベストなので。はい。まずじゃあ、次は BPM ね、90でやってみましょう。はい、どうですかね。結構ね、早弾き、本当初心者の方にとってはね、結構いいテンポじゃないかなと思うんですけどね。ちょっときついかなと思うんですけど、すいません、後ろにスリッパが90でも結構きついんじゃないかなって気はします。ただね、やっぱりこれはまだダウンピッキングで弾けるようなテンポなので、ここまではね、まだ早弾きとは言いません。これもう右手がね、やっぱりダウンピッキングでできなくなるくらいのスピードからがだいたい早弾きになるんじゃないかなと私はね、定義してる次第でございます。はい、ということでね、早速100いってみましょうかね。はい、ということで、まあ100でしたけどね、まあきつい人にとってはね、ちょっときついかもわからないテンポですよね。はい、それでもね、まだね、ちょっとダウンピッキングでやっぱり弾けるので、まだね、早弾きの部類にはスピードには入ってきてないと思います。はい、ということでね、もう次々行ってみましょう。110です。途中ちょっとね、ダウンピッキングでもやりましたけどね。まだね、右手に関してはやっぱり、早弾きの領域にはまだ入っていませんので、120ね、ちょっと引き続きちょっとやってみましょう。だいぶ左手はね、早弾きされてない方はきつくなってきたかなと思います。はい、それでは120ね、行ってみましょう。はい、これもね、途中ダウンピッキング入れましたけど、これもね、ダウンピッキングで弾けたので、ちょっとまだ早弾きにはならないかなという感じです。右手に関しては、でも左手は十分ね、スピードが上がってきましたので、きつくなってきたかなと思います。はい、まずね、その運指で鍛えていただいた方が後にね、ちょっと楽になるので、この運指で、頑張って鍛えてみてください。はい、ということで130ね、早速行ってみましょう。
ということで130でした。左手はもう十分ね、早くなってきたんじゃないかなと思います。はい。ただ右手に関してはね、まだ全然、なんとなくダウンピッキングでもいけますので、140になるともう右手もきつくなってきますのでね、ここら辺から早弾きの領域になるのかなと思います。ということで早速140年いってみましょう。ということでね、もうだいぶ右手も、まあ、早弾きの領域ですね、ここからね。はい、BPM140 ですけども、ここら辺からは本当に早弾きの、ようやく領域に入ったかなという気がいたしますのでね。ちょっときついなと思われる方はね、ここからがいよいよ本番だと思ってください。はい、なので、ある程度のね、速さで弾けるようになれば、まあ、楽なのでね。ある程度の速さまではね、ちょっと頑張っていただきたいなと思います。はい、ということでね、150やってみましょう。はい、まあ、そうですね。まだまだ全然、早弾きの領域に入ったばっかりのね、実際テンポなので、まだまだ余裕ですけども、まあ、引き続きちょっと160チャレンジしてみましょう。はい。だいぶね、なんかこう、早弾きっぽくはなってきましたね。さすがにね。はい。十分、まあ、早弾きっぽくなってきたかなとは思います。はい。でもね、実際、まあ、はい、これから早弾きをやるってなるとね、やっぱりまだちょっと遅いような気がいたしますので、だいたいこのくらいまで弾けるようになればね、いいよっていうテンポまでちょっとチャレンジしてみましょう。はい。100ということで170です。はい。まだね、ちょっと余裕はありますね。はい。まだね、ちょっと遅い。まだちょっとね、遅いかなって気はします。はい。でもね、もう、いいとこ、入ってきてるかなっていう感じもしますね。はい。ということで、180やってみましょう。多分ね、220くらいがめちゃくちゃ、そこくらいまでいければ、大丈夫じゃないかなとは思っております。はい。ということで180やってみましょう。だいぶね、やっぱりスピードが乗ってくると、かっこよさも増してきますよね。まあ、正直ね、まあ、ちょっとまだ余裕がありますけど、だいぶきつくなってきました。はい。ということでね、じゃあ引き続き190ね、行ってみましょう。はい。ということでね、まだね、まあ実際弾いてみるとね、意外にこう余裕があるのでね、ちょっと自分でも驚いてるんですけど、ドイツ弦上の横移動っていう早弾きは本当にね、難しいですからね。まああくまでも左手を鍛えるためでもあるんですけど、この右手と左手のね、
の まあ、バランスというかね、やっぱり弾くタイミングであったり、そういうのがずれてくるとね、あれなので、ぜひね、シンクロ率ですね、自分が、あ、ちょっときつか、きつくなったなっていうところ、あったらその BPM でね、ぜひ練習してみてください。はい。ということで、早速200いってみましょう。はい、200でした。もう結構ね、早いんじゃないですか。もう相当きついですよ。はい。なので、もうちょっとね、ここはもう一気に220に行ってみましょう。先ほど言ったね、220まで行ければいいんじゃないですかって今言いましたけども、この200、じゃあ220を最後にやってみたいと思います。はい。ということで、220でした。多分まだね、弾く気になれば多分まだいけるとは思うんですけど、でも全、このくらいの速さでね、弾けれるようになれば、問題ないかなと思います。はい。まだも、当然ね、上を見てたらキリがないのでね、はい。まあ、速さが全てではないですしね、まあ、確実に弾くのがやっぱり一番正直かっこいいと思いますのでね、はい。まず、まあ、最低でもとは言いませんけどね、このくらいのテンポで覚えて弾ければね、まあ、大丈夫かなと思います。はい。ということでね、まず、まあ、解説していきたいんですけども、やっぱり、これ、早弾きの、早くなればなるほど、ついて回ってくるものなんですけども、いかに、左手を、遊びがなく、できるだけスマートに、そしてできるだけ、小さい動きで弾くかってことなんですよね。なので、やっぱり、まあ、単純にね、一番最初の7、9、あ、5、7、9のフレーズも、まあ、5は、軸に、このフレーズの軸になるのは人差し指です。軸がこうずれていきます。はい。こんな感じでずれていきます。この軸に対、人差し指の軸に対して、あとはこう、指をつけていくだけの話なんですけども、これを、要するに、まあ、中指、小指とこういくんですけども、大げさに言うと、このぐらいから7を押さえる。で、小指もここら辺から9を押さえるよりも、できるだけ近くの方がいいですよね。やっぱりね、ここら辺で。本当はね、このぐらいでね。はい、理想はこういう感じです。はい。まあ、要は、できるだけ小さい動きで弾くっていうのが、早く弾くコツになっておりますのでね、ぜひ、そこをちょっとね、意識しながら弾かれてみてはいかがかなとは思います。まあでもどうしてもね、大きくなる場合もありますけど、気持ち的には、そういう感覚で弾いてください。はい。それと、あと先ほど言いましたが、軸になるのは、人差し指で、人差し指はこういう動きです。ずっとね。という動きになりますので、人差し指の軸をね、しっかり5、7、9、10ですね。置いて、あとは、それに添えていく感じになります。なので、
まあ、一番ね、この7、9、10はね、本当は人差し指、中指、薬指のパターンがいいかなと思ったんですけど、これで覚えてしまうとね、後にちょっと苦労する部分がありますので、今回は、あえて省いております。まあ、後にね、やっぱりこのフレー、この、こっちの指のパターンもね、運指のパターンも、覚えないとならないので、いずれ、出してこようかなとは思いますけど、今回は、省略させていただきます。はい。なので、人差し指の軸をしっかり、持つことと、あとはそれに伴って、指を確実にこう、置いていく。で、右手はあくまでも、こう、アップダウン、アップダウン。はい、3連なんで、3連符なので、タタ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 ですね。これちょっとやっていくと。なので、右手はね、ほんと簡単だと思いますのでね、ぜひ、今回は左手を鍛えてみてください。はい。で、もし、余裕ができたらね、まあ、逆パターンもいいかなと思いますね。逆パターンもすごくいいんじゃないかなと思います。はい。もしね、できる方がいましたらね、まあ、それも同時に覚えた方が、いいかなと思います。はい。とりあえず、今回は、音が上がっていくっていう方向の練習なのでね、このフレーズを、まず初心者の方はね、練習してみてください。まずは同一弦、同じ、一つの弦上での早弾きを、まず覚えていって、それから少しずつ弦がまたいだ早弾きっていうのを、今後ね、増やしていこうと思いますので、ぜひね、ちゃんとしっかり覚えたいっていう方は、ぜひ、参考にしてね、覚えてください。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録の方もしていただければ、今後のね、活動の活力になりますので、大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。ぜひね、BPM に合わせてやってみてください。